アセロラの紹介をさせていただきます。まあ、アセロラといえばビタミン C が非常に豊富なフルーツになっておりまして、今日はですねアセロラの実を持ってきております。実はなかなか傷みやすいんで食べにくいんですが、冷凍でですね持ってきておりますんで、今日は試食ができます。でベトナムの方はブラジルとベトナムが大きな産地になっているんですけども、今日はベトナムの方を持ってきておりまして、ベトナムの特徴としましては甘くてビタミン C が少し低いと。でブラジルについては、ビタミン C が高くて少し酸っぱいというのが特徴になっております。で、約20年前にですね我々日例グループがアセロラを日本に持ち込んで、ドリンクを中心にやっておりまして、あとはゼリーとかですねそんなものを使っております。非常にビタミン C が豊富ですので健康素材としてのですね、素材としては非常に使いやすいんじゃないかなと思います。であとは加工品としましてですねピューレと濃縮果汁がありますのでそちらの方を紹介させていただきます。濃縮果汁はこちらになっておりまして、ピューレをですね、パルプを除いて濃縮をするとこういった形になっておりまして、我々は3種類持っておりまして、ブラジルとベトナムの原料をブレンドした商品です。それぞれブリックスとですねビタミン C の高さに違いがあるというところで3種類持っております。で大体加工品ジュースとかですねゼリーとかの原料に使われるのはこういった濃縮果汁が中心になっております。であともう一つの種類としましては、ピューレタイプですね。ピューレとなるともう果実をですねそのまま絞った形になりますので特徴としましては非常に果肉感があってフルーティーなところが特徴です。こちらの方はそのままアイスクリームとかですね、ジャムとかそんな形での調理用に使われているというところが特徴であります。